はい、皆さんこんばんは。今日はですね、先日行われました知多岡田の街並みを撮るの公表会ということで、また斉藤先生に来ていただいております。先生よろしくお願いします。お願いします。はい、まずこの前ですね、6月の28日に、ありましたけども、予報ではね、結構雨を心配してたんですが、なんとか持ちましたね。そうですね、暑かったですけど、暑かったですよね。天気が持って良かったです。結構ね、そんなに大きな町ではなかったんですけども、いろいろ歩き回って、結構ね、暑い中歩き回ったんで、お疲れになった方もいらっしゃると思うんですけども、今日は、その作品をですねぜひ先生見ていただいて、公表していただきたいと思っております。で、一応今日のですね、簡単な流れを最初にご紹介いたします。まず皆様から投稿いただいた写真をですね、お一人ずつ見ていくわけなんですけれども、お一人の中でですね、ベストショットというのを決めさせていただきます。で、皆様のベストショット同士を、後ほど時間を取ってですね、協議させていただいて、その中から優秀な作品を3点選ばせていただきます。金賞、銀賞、銅賞という形で、ご用意しておりますので、お楽しみにお待ちください。で、当日ですね、終わりの時にぜひ作品を投稿してくださいというお願いをさせていただきましたけども、まだちょっと全員が出てないみたいなんですね。なんで、もしこれを見ていらっしゃってですね、まだちょっと出すの忘れちゃったっていう方は、まだまだ最後にですね、一応リロードして作品をもう一回確認しますんで、今までいいと、そうですね、この公表中ももうやっていただければですね、公表していただけますので。そうなんですよね、ぜひぜひ。やっぱりこう受講料をいただくわけじゃないですか。はい。で、当日その歩いて回る中ではなかなかこう話ができなかったりする方もあるわけじゃないですか。同じペースで歩く方は一緒にこう話ができたりはしますが、とはいえ、あんまその時点でどうこうって話でもないので、その作品を出していただいた後で、こちらからいろいろ話をこうさせていただくところが、受講料の大半の部分かなと思いますので、出していただかないとちょっと損を与えてしまうような気がしておりますので、ぜひ、教室には作品を出していただくことかと思います。はい、はい。で、この公表会はですね、後日またアーカイブという形で残りますので、繰り返し見ていただくこともできるんですが、今もし生で見ていらっしゃる方いらっしゃいましたら、ツイッターを使ってですね、投稿していただいて、ご質問とかあればですね、そちらで先生に答えていただくこともできますので、ツイッターアカウントをお持ちの方はぜひですね、利用していただければと思います。はい、はい。ということで、早速じゃあ公表の方入っていきたいと思うんですが、まずは投稿していただいた順番にですね、見ていきたいと思っております。はい。まず最初ですね、真っ先に投稿していただいたのは幸吉さんですね。ありがとうございます。はい。で、今画面をね、ユーストリームの画面をご覧になっていると思うんですが、もしパソコンをね開いている方は、オリンパスのそのフォトパスのコミュニティの中に、デジタルカレッジのコミュニティがありますので、そこを開いていただくと写真も大きく拡大してきれいに見ていただけると思いますので、そちらもご利用いただければと思います。ではまずですね、幸吉さんの作品を見ていきたいと思います。ちょっと文章を読んでまいります。斉藤先生、鹿島様、参加した皆様お疲れ様でした。撮影会終了後、皆様に最大にお見送りをしていただきありがとうございました。ふたふた初参加で緊張しましたが、楽しい一日となり、笑顔で家路に着くことができましたということで、作品を見てまいりましょう。はい。まず第1番目の作品ですね、辻地蔵と少女ということで、カメラは EM5、シグマの 30mm のレンズですね。で、作品に関するコメントをまず読みますと、岡田の町並みにはたくさんのお地蔵様がいました。坂の上の辻地蔵様、傾いてるなぁと首を横向けて眺めていると、自転車を押した少女が上がってきました。坂の上で辻地蔵様がわずかに傾いて、坂を登ってくる少女を優しく見守っているようでしたということで、ちょっと作品大きくしてみます。こんな感じですかね。はい。そうですね、その坂を登ってくるとか、
まあ、その傾斜地なのでお地蔵さんもそのか、まあ、長い月日を経て傾いてしまうんでしょうね。その坂にあるっていうことでしょうか。その坂のその谷側って言いますかね、下側の方にお地蔵さんも倒れているので、やっぱこう重力というようなところをこう、その少女も自転車を押して上がってきますよね。そういったところもその坂っていう表現ができているところなんじゃないですかね。面白いんじゃないですかね。こう2つこう分かれて、こう道がこう分かれていくところ、ね、でここを結構狙う人いますよね、うん、この三叉路のその分かれていく分かれ目でっていうと、その2つの世界がこう見えていくような撮り方ができたりとかする、まあ狙うポイントではもちろんあります。はい、ちょっといくつか見せてもらっていいですかね、はい、そしてあ、これもそうですね。そうですね、秋葉社からの風景ということで、撮影会も終盤、秋葉社の、石段に腰掛けて休憩していたら、日傘の差したおばさん、暑いね、こんにちは、お邪魔してますとお互いに会釈、そのまま岡田の風景に溶け込んでいきました、うん、はい、大事ですね、その声をこう掛け合うとか、そういうこと大事ですよね。その中でこう感じることやらこうありますもんね。これもいいですね、その道のこの柄といいますか、模様といいますか、うん、この S 字のこのカーブのところいてポンとこう、あのおばちゃんの黄色いシャツがいいですよね。青い日傘もいい。別にこう雨が降ってるわけでもないじゃないですか。日傘、うん、日傘なのかな、普通の傘っぽいですね。普通の傘ですよね、日傘として使ってるんじゃない。こういうところもそのまあまあおばちゃん大体こういうことになってますよね。あのいいところかと思います。このなんか派手さがまたアンマッチで、うん、面白いですね。いいですね、はい、じゃあ3作品目ですね。見つめるっていうことで、こちら回覧板を持った少年、多分近所の子供なんだろう、木陰で休んでいた自分、そっとペンを構える、レンズに気がつき見つめる少年、そしてその少年を辻地蔵様はいつもこの場所で見つめているという、まあ、ストーリーがありますね、うん、はい、そうですね、その作者は割とその場所のこう普段のことやら、そのいつもこの地蔵さんが見つめていることやらって、なんかいろいろこう思いを馳せてこう考えを持たれるようなタイプだと思うんですね。そういうことがすごく大事ですよね。日々この地蔵さんは何十年もここでいろんな人を、この町の人たちを見つめていて、でその見つめ返す子どもたちもいて、でそういうところですね、そのものを考える、撮影をするって、そういうことかと思います。タイトルもそういう付け方ですね、いいと思います。で3つですよね。そうです、ね、で3つのうちでやっぱりこう面白い、あ、もう一点、番外編見せてください、はい、タバコ屋のご主人ということで、うん、みんなで水分補給のジュースを買ったタバコ屋さんのご主人、自分は最後の方に自動販売機にたどり着きました。お前らみんなオリンパスか、オリンパスは小さいカメラ作るんだよな、俺知ってるんだよと話しかけてくれました、うん、おじさんと塩の専売特許の看板と一緒に撮らせてよ、いいよ、あ、横向きで、たくさん自販機のジュースが売れてご機嫌の様子でした。自販機、ご主人、公衆電話、ケースの人形と並びが面白かったので投稿しました。この1枚は参加者の皆様が買ったジュースのおかげです。素敵な瞬間をありがとうございました。あ、そうですね、このタバコ屋のところでみんなでガッチャンガッチャン買いましたもんね。はい、ありがとうございます。そうね、まあここはここでなんか多分取りようがあるって言いますか、ありましたね。まあでも、うん、まあまあこういうことじゃないですかね。で3つって言うならやっぱりあの黄色のおばちゃんの
ちゃですね。これですね、はい、これもうちょっとなんかタイトル今いろいろこう話を伺いいろいろこう考えることができるようなタイプの方なので、これタイトルもうちょっとなんか考えたらいいんじゃないですかね。秋葉社からの風景、もうちょっとロマンティックにものを考えたタイトルがつけば、いやこれなかなかいいですよ。写真自体いいですね、うん、こんなあの黄色いシャツ青い傘、こんなおばちゃんなかなか来ないですよ待ってても抜群。いいですいいです、これ1枚選ぶことにしましょう、はいはい、ありがとうございます。これ先生シャッターチャンスということで、ね、お話しされてましたけど、はいはい、まさにそうですね、はいはい、最初に、まあ、撮影が始まる前に話をしたことですね、こういうことです、うん、もうまさにこういうことですね、はい、結構話しかけるって大事なんですね。大事ですよね、うん、まあ、そこでこう例えば今時こういろいろ肖像権ってうるさいので、撮っていいですかとかちゃんとこう確認をこうするところですね。まあなんか話しかけたらあまりうるさいことをこう言われないと思うんですね、うん、先に、まあ、撮ってしまってからっていうとなんかこう、いやいやちょっとこの辺撮んなみたいなこと言われたりするかもしれませんけど、こんにちはぐらい言ったらもうそれはもう、はい、そういうもんだと思います。はい、はい、では続きまして、鍋秀さんの作品です、こちら3作品ですね。でコメントを先に読みます、斉藤先生、鹿島さん、参加者の皆様当日はありがとうございました。またまた傘を持参の撮影会でしたが、傘の出番もなく撮影できました。ただ傘の写真も撮ってみたかったような気もいたしますとそうですね、雨なら雨でって撮りようがありますからね、で、作品なんですが組写真ということで、年々再々でいいんですかね、年々再々なんですかね、はい、年々か、はい、平凡な日常の積み重ねが歴史を作る、うん、そんな岡田の街並みをセピア調で表現してみましたということで、まあ、3枚ともセピアなんですが、実はよく見るとね、アートフィルター使われてるのはちょっと違ったりするんですね、うん、1枚目はこのドラマチックトーン、多分モノクロバージョンでセピアの色をつけたんだと思うんですけど、うん、夕食のお買い物の途中でしょうか、老女2人は街並みに溶け込んでいました。ちょっとまずちょっと大きくしてみますね、はい、このお二人ですかね、おばちゃんたちがこうなんかあれですか、乳母車でもしていくような感じですか。こんな感じですかね、はい、こう構成としてその左側からこうギューッとこう右にこうパースペクティブっていうか遠近感奥行きをこう感じさせるような構図を作ってあるわけじゃないですか、こういうところってこう視覚的なその効果はすごくこう強くこう表現されているので面白いですよね、うん、ずっとこう縦の格子模様がこうずっといって横にはこうギューッとうまいですよね。で上の、あの電線なんかも実はこういう撮り方をすれば効果的ですよね、うん、奥行きを表現するためにはこういう見せ方いいですね、うん、わ勉強になりました真似しようおすごいですね。そして、はい、2番目、静寂ということで、こちらはあのジェントルセピアのアートフィルターですね、うん、明神社の境内で竹とヒョウ柄の構図が面白いので撮ってみました。ごめんなさい、竹と会釈ですね、会釈、はい、被釈の構図が面白いので撮ってみました、うん、参拝者もなく静寂な時間が流れていました。うん、こう白黒化をするというようなことをちらっと僕は話したと思うんですよね。で、そんな時にこう浮かび上がるのは形が色の分こう抜けてしまうので形をよりこう強調するような見せ方見え方がしていきますので、その形であると、でそういうこととその明るいところ暗いところのその差だけでものを見る話なので、あってこう光がこう当たっている
当たっているっていうか、こう光のこう、こう立ち位置のこう加減で多分あの尺のその背中のところは光ったり光らなかったりすると思うんですよね。でそれを光る位置でこうちゃんと見ているということ、うまいですね。そのこういうのってアートフィルター、その後からかけてあるかもしれないですけど、その白黒でのその仕上がりをちゃんと頭の中で想像できるからこそこういうのが撮れるんですよね、うん、なんで出来上がりを想像できないとやっぱりアートフィルターも目くらめっぽこうバチバチやってもうまくいかないですよ。でアートフィルターをそれぞれをこうちゃんと理解をしていくならば、まあ、アートフィルター積極的に使っていただくならば、その写真の表現ってどういうことなのかが分かると思うんですよね。だからアートフィルターをいろいろ使ってみることで写真ってそういう撮り方をすれば魅力的なんだっていうのは分かることだと思うんですね。だからこれは特にそのモノクロ化、そのセピア調ですけど、その明るさの表現だけでものを見ていくようなそのまあ、2色って言いますかね、うん、カラーを抜いてしまうとこうやっぱこういうことですね。うまいですね。なんでだろう、うん、お上手ですね。なんでだろうってことはないけどこれもうまいですね。もう1個もね、3作品目ですね、うん、追憶ということで、こちらドラマチックトーン、うん、日課の散歩でしょうか、杖をついた老人が歩いてきたので思わず撮ってみました。いいですよね。これもだから手前に花が咲いていて、花がこれ何ですかね、アジサ、なんだっけ朝顔のようななんかこうつるかのなんかですよね、うん、割と派手な色の花なはずですよね。オレンジ色のあのカズラみたいな、カズラみたいな、そういうものであってもモノクロ化をして、でこれもあのおじさんが壁のとこにいますけど、おじさんがこううまいこと明るい色なんですよね、服がね。こうタイミングも抜群じゃないですか、構図も抜群じゃないですか、プロですか、なんか勝てる気がしない俺はすごいな、こう3点ともとってもいいですね。ひょっとしたらまあ、そのタイトルそれぞれこうついてますけど、はい、別に組む必要っていうのはちょっとないかな。そのもちろん組写真成立させるためにはそれぞれがいい写真でなくてはいけないですけど、ね、こうもっと分散し、こう要素って言いますかね、もっとシンプル化をして、シンプルにしてしまって3つ足した時に1が見えてくるような、あ、写真で組写真でこう組んだ方がいいはずなんですね。でこれは1点ずつどれを見ても抜群にいいですね。なんで別に組む必要って言いますか、組写真がだからなんか迫力ない1点ずつがこう集まって迫力増すために1点こう3つ組んだらいいかなみたいな、そういうことではもちろん組写真ってないですけど、これ1点ずつどれもいいですよ。尺ももちろんいいけど、あのおじさんのなんか抜群にいいですよね。でそのうーん街並みのその1枚目の写真、はい、あれもこう本当これでいつもその僕こう月刊なんとかっていう言い方をするじゃないですか例えば月刊岡田って雑誌があったとしてですよ、ね、あ、成り立たないけど月刊岡田の表紙はこの1枚目の、建物とこの道とあのおばちゃんたちがいる、これで月刊岡田、うん、そう、建物のところのあたりにこう関東特集岡田丼とはみたいな、そういうなんかそう横に文字入ってていいじゃないですか、うん、これ抜群にいいですよ。いやどれもいいですね、どれもうまい。だそのうまいっていうのをその何かっていうことをちょっと再認識してもらいたいなと思います。僕がこういろんなことを言いました、
他の人たちとのその比較を自分の中でちょっと持ってください。あの自分の何がそのうまいことになっているのか、ものの見方、奥行き感とか、そのこう冷静に手前とか奥とか全部が見えてる人ですね。結構冷静にその一つ一つその場面を見てる、いい場所をもちろん見つけてらっしゃる、でいてちゃんとシャッターチャンスをその求めるってい こう落ち着きみたいなものも感じる、時間のそのここで待たれたとか、そういうことも感じる。なんでその自分のその持ち味っていうのをちょっと他の人たちとこう比較をしながらちょっと見つけてください。今この回の時の中では、あのもちろんお上手です、こう冷静なんだろうな、こういう人落ち着きがあるんだろうな、素晴らしいです、はい、だから別にどれ言ってんって話じゃないですもんね。そうですね、これだから一つこれで、はい、はい、はい。では続きまして、3番目の方、あゆひこ様の作品ですね、うん、はい。まずコメントから参ります。斉藤先生、オリンパス鹿島さん、参加された皆さんお疲れ様でした。撮影当日は雨に降られず蒸し暑い一日となりましたが、楽しい撮影となり有意義な時間を過ごさせてもらいありがとうございました。こちらも組写真ですね、岡田の女性たちということで、この3枚になります。一応あの、まあ、データを入れていただいてますので、すべて、まあ、EM1 の50-200という望遠で撮られてますね、はい。で最後コメント、年代差がある女性を偶然にも撮影することができました。初めて組写真としてアップしてみましたがどうでしょうかということで、いいですね。だからこういうつながりを、まあ、求めること、組写真ってこういうことだと思います。なんかこう2つ同じものがあったらもう1個みたいな、もう1個、まあ、もちろん撮ろうみたいな、だんだんこうコレクションが始まる瞬間みたいな、うん、面白いんじゃないですか。どれも後ろ姿でその3世代あって、ちょっと拡大してもらっていいですかね、はい、いい瞬間ですね、抜群、はい。そしてもう一個は、はい、あそこだ、あのスパゲティのところですね。そしてもう一個、あーこれあのクライマックス、ね、最後の時のあのおばちゃんですよね。あーはーはー、はいはい。とどれもその岡田の街っていう要素をこう入れてもらっているわけですが、よりちょっと強調できるかなとするならばですよ、はい、岡田のその街のちょっとこう傾斜を感じるその街並みっていうところでは、あの2番目 のスパゲティ屋さんのところは、うん、あ女の子は自転車を押してるじゃないですか、手前のこう道 その彼女がその来たその手前をちょっと入れて、まあ、だから少し、はい、そっち側ですね、で画面を下に振ってもらって、でもう一個あのおばあちゃんのやつも、はい、もっと手前をこう感じさせてもいいのかもしれませんね。だからそういうこう、ちょっと広めな構図にするんであれば、そういうことをこう考えていいかと。でこれで3ですけど、例えば4とか4枚組とかっていうような時にはちょっと寄った写真もちょっと必要かなっていう気がします。なんかその画面構成がその組写真ってちょっとこう変わらないと面白みがやっぱりこうなくなってしまうので、うん、そのコレクションみたいなところにこれなっているので、もちろんコレクションだと思うんですけど、その組写真ってね、ちょっと切り替わりの何かがいるかなとは思います。まあでも切り替わりの何かっていうと、そのあの子供がポストに郵便物入れているところは面白いですね。だいたいその組写真ってなんか似たようなのを3つとか4つとかってこうされる方多いですけど、それは全く面白くなくって、組写真として僕は成立するとは思っていなくて、もっと4コマ漫画みたいな起承転結をちゃんとはっきりさせて、始まりがあって
こう最後なんかオチがついてみたいな、あの新聞のなんとかくんみたいな話じゃないですけど、最初になんか問題提起があって最後オチがあってじゃんじゃんみたいな、そういうところがあの組写真のそのまあ成功の秘訣みたいなところだと思うんですけど、まあこれはもちろんそのこれはこれで十分成り立ってると思いますが、なんかそんなことをちょっと組写真の時には考えてもらえればと思うところです。あの変わらないのをこう3つ4つとかって集めてる方多いんですけどね、それはね面白くないです。組写真としては僕は成立するものではないと思います。はいはい、これはこれでいいと思います。では4番目の方ですね。はい、たかしさんの作品です。はい、4枚ございますね。はい、コメントから、ご参加の皆様、当日は蒸し暑い中お疲れ様でした。そして斉藤先生、鹿島様にはご指導アドバイスいただきありがとうございましたということで、まず最初の作品ですね。道具たちの休憩所ということで、神社の片隅に小道具が山積みになっていました。黒い壁に青、緑、赤と生活感の漂う色合いに目が向いたのでレンズを向けてみました。こちらです。はい、そう、休憩所っていう言葉にはぁと思いました。そのタイトルいいですね。だそういうふうにものを見るっていうことですよね。ただこう置いてあるっていうことではなくて、普段この道具たちは活躍してるんですよね。こう働いてるわけですよ。今日はまあたまたまお休みの日でみたいな、はあ、普段はゴリゴリその生活の中でこう働いてる、いいですね。そういうことをですね、そういうのをタイトルにもしてほしいし、もちろんそういう思いで撮るとなんか違いますよね。だね、そういうことだと思います。いいですね。2番目ですね。怖い窓ということで長い坂道のその上に枯れたツタに絡まれた家、じーっと見てると真っ暗な窓から何かが出てくるような気がしてきました。うん、そうなんですよね。だ大事なんですよね。だから今もそのまあ休憩所だったり、これこう怖いって思われたと。僕は怖いとはあんまりこう思わなかったけれども、その怖いって思ったことですよね。いやその時にはあのこの場所を僕もこう一緒にこう、あ行きましょう行きましょうってみんなでこう引き連れて行きましたが、こう時をこう感じたりなんかこういろいろこういいんじゃないかなと思ってご案内しましたけど、確かにこの中に入って、例えばこれは自分家のなんかだったとしてですよ、なんか物取っておいでなんて言われて取りに行くと嫌だって言いそうですもんね。うん、そうですね確かにな、怖いよな。これ夜なんかこうもうここにあるものを取っておいでとか言われたら嫌ですよね。はあ、でも生活されてるんですかね、ここね。生活されてるんですよね。うん、こうね、門が開いてましたもんね、うん、この間。いいんじゃないですかね。その怖いっていうなら、怖いっていう表現をそのまずこうその被写体に対して感じます、怖いと感じました。じゃあ怖いっていう表現を足さなきゃいけないですね。そこをどうしようかな。まあ、例えばアートフィルターでトイフォトをかけて周り暗くしてみるとか、やっぱりこう暗いっていう要素みたいなとこをこう足さなきゃいけないんじゃないですかね。暗いを何かこう付加的にこうつけていく、暗めな露出の加減かもしれませんし、トイフォトでこう周り落としていくとか、ちょっとこう強いイメージに見せていく、そのコントラストを上げていくようなことをしてってもいいのかもしれませんね。怖いとか強さとかっていうならば、ドラマチックトーンみたいなもので撮ると結構ガツって怖くなるかもしれないので、まあ、ローデータを持ってらしたらあのオリンパスビューワーでちょっといろいろ試してみてください。この後怖いっていう方向に持っていけるその表現効果、アートフィルターでもいいですし
露出補正でもいいでしょうし、コントラストでもいいでしょうし、ホワイトバランス、色のそのか、まあ、感じで変えていくとかっていうのもありかもしれません、なんか考えてみてください。この後そのオリンパスビューアーとご自分のパソコンと向き合いながら怖い探してみてください、はい、怖いとかいいですよね。なんかどっかこう子供みたいじゃないですか。やっぱこう表現ってこう子供はとっても素直な表現をしますし、どっか芸術ってこう幼児に帰らなきゃいけないところがやっぱあるので、それ芸術表現ってやっぱそういうところだと思います。とってもいいと思います。では3番目参りますね、はい、見守る車輪ということで、撮影会の課題、その場で待って風景に人を入れる、うん、後ろ姿がベストということで、しばらく待っていると学校外の少年がフレームに入ってくれました。ラッキーと。古びた、木の車輪がお帰りと言っているようで、少年を見守っている雰囲気を狙ってみました。これですね、はい、はい。待ってるようだったと、お帰りって言ってるようだったと、相当詩人ですよね。素晴らしいですよね。そういうことですよね。こう一本こう線がピーッと引かれ、路肩のところに線が引かれ、いやいや、もちろんお願いしたのはこういうことです。こういう木の車輪、こうなんかその台車かなんかだったと思うんですけど、こういうのもなかなかそのないですよね、うちの周りには少なくとも見たことないな、大田区で見たことないな。なのでこういうこともその愛知県知多市岡田の町の要素なのかもしれませんので、こう古い町並み、古い町にある何かだと思いますので、こういうところを使いつつシャッターチャンスを得ていくと、うん、そういうことですね。まあもうまさに狙っていただきたいって話をしたことも、まさにこういうことですね、はい、はい、うん、最後4番目ですね、はあ、番外編ということで、野生の顔とあります、集合場所の横の岡田稲荷神社でくつろぐ野良猫、昼寝の最中に少しずつ近づいてみましたが、警戒心たっぷり、すぐ逃げられてしまいました。こんな時は、2倍のデジタルテレコが便利でした、ということで、最後にコメントですね。今回オリンパスの撮影会には初参加させていただきました。当日はあまりの蒸し暑さに脱水気味のぐったり状態で、皆さんとあまり会話もできなかったのが心残りでしたが、本来おしゃべりな方なのでと、次の機会にはぜひとも写真談話に参加させていただきたいと思っています。はい、前日このところはあんまりやらないですかね。よく前夜祭とか言いつつ、うん、どこどこホテルに泊まってますからみんな来てくださいみたいなのをこう前はやったことあったんですけど、あんまりこう良くないですかね、クリコも。そんな時にはぜひご参加ください。反省会やったりもよくしますので、まあまあ、こう野良なんですかね、そのなんか風にこう割と長い毛がこうなびくって言いますかね、そんなところもこう警戒心たっぷりですか。まあ、近所のクソガキがこう、失礼しました、子供たちがいじめるんでしょうね。その猫って町の人たちのその気持ちがそのまま猫の行動にこう反映されてて、割とこう穏やかな町だと猫たちもこう人懐っこく寄ってきたりとか、野良猫とかでもこうずっとこう寄ってきたりとか、僕こう前イタリアの南イタリアでこう撮影をしてて、朝一番もう日が上がって直後ぐらいだったかな、朝街の中誰もいなかったんですけど、野良犬がいて、その野良犬がずっと僕についてきたり、こっちこっちってこう街をこう案内して、1時間ぐらい一緒に1時間ぐらい野良犬と歩いたんですけど、なんかそういうのも、あ、人懐っこいイタリア人のとこにいるなんか野良犬もやっぱこんなことかなと思ったりしました。猫も割と寄ってきてくれたり、結構取れました、うん、やっぱ取れないのは、そのまま岡田の子供たちが多分ね、いじめてんですよね、うん、だ岩合さんに聞いてみよう、うん
まあこういうのもいいんじゃないですかね。その街を表すもんですよ。野良人ももちろんだし、あの野良猫とか野良犬、野良犬なかなか合わないですけど、猫とかはその街を表すものなのかもしれません。優しい人がいれば猫も意外と痩せてなくて、はい、ようございます、はい、1点ですね。そうですね、はい、どれにしようか。いや、一番最初の1枚目、はい、はい、そう、休んでるっていう表現がいいですね。はい、はい、これにしましょう。いい写真ですよ。これはなんかアートフィルターなんか考えていただいてもいいと思いますね。ローデータがあればちょっとなんか足してみてください、はい、トイボトとかこう周り暗くなってもかっこいいんじゃないかな。うん、いいこう目の付けどころですよ。いいですよ、とっても。その休んでるとか見つめてるとか怖いとか、そういうことが先にあることが素晴らしいですね。あの感じることでシャッターを切っている、こう心がこう先に働いている人の方がやっぱりいい表現になりますね。なんか技術で撮ろうっていう人結構多いんですけど、技術でねじ伏せるっていうような写真ってなんかつまんないものになりがちです、うん、とはいえ、ね、表現をそのちゃんとやっていこうとすると技術がいるんですよね、うん、でも先に心があることが必要です。はい、はい、では高橋さんの作品はこちらですね、はい、道具たちの休憩所が選ばれました、はい、こちらをエントリーします。はい、では続きまして5番目、大阪旅人様の作品ですね。はい、斉藤先生、鹿島さん、参加者の皆さん、ありがとうございました。初めて訪れた場所でとても楽しい撮影になりました。4枚で組写真としましたと。はあ、いうことで、まあ、作品名なんて読みますかね、これね。ゆいって言いますかね。ゆいかな、お昼に食べた岡田カツ丼の上に乗っていた2つの目玉焼きをヒントに数字の2を意識して組んでみましたと。はあ、面白いね。で2ですね。2、はあ、2、アジサイ2つですね。いい写真ですね。こう愛知県岡田に行きましたと。で、後で写真を見返すときに、ああ、アジサイが咲いてる頃だったねみたいな。写真ってこう本当もう本当少ない要素でものをこう表現していくっていうところでは俳句に似ているなんてよく言われますけど、これなんか季語ですよね。アジサイ咲く頃に行ってましたと、まずは。はい、そして、はい、うん、こういいですよね。こう親子で、まあ住宅地でもあるので、まあ、歴史的建造物かもしれませんけど、ちゃんと皆さんこう住まわれてずっとこう、まあ、脈々とこう人が次の世代をこう紡いでいくと、そういうところではまたこれもだから優位というところでしょうかね。そして、ああ、岡田の木綿でしたよね。そうですね、うん、そう、これがだからあってこそのその岡田がその発展したのはこの木綿があってって言ってましたもんね、うん、なんでこれもだからなんかうまくこういうところも写真の中に生かしていきたいなと僕も思ってました。とするならばやっぱこういう組写真でしょうね。その全部を言ってしまおうと、岡田ってどういうとこだったのって、古い町並みがあって、古い町並みはその岡田木綿と木綿が支えた、まあ、発展を支えた、あ、それによって、まあ、土蔵があったり、まあ、いろいろ大きな商家があったりとかっていうようなことを支えてたら、これが実はキーですよね、うん、だこれもだから、まあ、結ぶじゃないですけど、いっぱいのその糸がこう寄られて、これも優位ということなんでしょうね。いい言葉を見つけましたね。ああ、蔵の
入り口のそのドアノブみたいな話ですかね、うん、昔相当儲かった町なんですよね。儲かったっていうか、まああの辺こういう広くこう土地はありそうですし、そうね、だから日本のその近代をこう発展を支えたエリアでもありますもんね、あの愛知県って、うん、でそれって、まあ、トヨタなんかにしてもそのあれですもんね、織物がスタートですもんね、うん、だからそういうことを考えると、まあこういう土蔵っていうか蔵があっていろんなものを保管しといて、だその木綿のその取れた時期からずっと1年間それからこう寄ったりいろんなことしながら形に布になしていくわけですもんね。これがだからこの扉がまあ過去やらなんかどこでもドアみたいなことをこう考えたりとか、その歴史のそのタイムマシーンみたいなことを考えたりとか、まあそういうところも面白いかもしれないね。だ組写真を撮るっていう時にこういうものすごくこう単純要素で単純なこのものをこういくつか集めてきてっていうならば、やっぱこういう見せ方ですよね。うまいですね。で言葉もいいですね、ゆいでいて、その一つヒントが2とか面白いですね。カツ丼確かにヒントだったなみたいな。そうでした、はい、ちなみに岡田カツ丼の写真を私は管理人をさせていただいております料理コミュのところに載せました。見てください、はいはい、ありがとうございます、はい、では、6番目ですね、ダルタニアンさん、斉藤先生、あゆひこさん、羽生さん、他の参加者の皆様こんにちは。愛知の知多半島には風情ある町が多くあるのだなと感心した楽しい一日でした。撮影会の最後に1枚くらい増やしてもいいという先生の言葉があったので、今回は4枚組写真でお願いしますということで、タイトル組写真、虫の目、鳥の目、魚の目、もう一つ加えてコウモリの目ということで、人と違う面白い発想をするためのヒントとしてよく聞くこの言葉を写真なりに表現してみたくチャレンジしてみました。虫の目、鳥の目、魚の目、もう一つ加えてコウモリの目、こういうこと言うんですね。はい、見てみましょう。あ、鹿島さんの足だ、きっとですね、なんかね、はい、虫の目、だからあ虫、自分がこうシャクトリムシになったぐらいの低い目線だということですかね、はい、そしてこれだから鳥の目、鳥の目高いところから撮ってるっていうことですね。結構大きい家が多いですね、うん、大変だろうなそして魚眼ですか。あ、魚眼、魚の目ね、もう一つ加えてはコウモリでしたね、うん、一つごめんなさい、抜かしましたね、ごめんなさい。あ、これ、これだ。あ、これが魚の目か、ね、はあ、これ防空壕でしたっけ。そうですね、確かね、防空壕跡って書いてありましたね。いや、この辺は狙われたんでしょうね、戦争の時にね、うん、だって産業がありますからね。そうですね、面白いね。これはコウモリの目だったんですかね、そうか、きっとなんか写真のお塩さんが言うんでしょうね、虫の目、鳥の目、魚の目、もう一つ加えてみたいな。その見る高さとか、うん、あ、
確かに変えるとなんか変わってくると思うんですね。子供がものを見ていることと大人がものを見ていることでもう全然違うじゃないですか。なんか子供の時によく行ったところに久しぶりになって、まあ、おっさんになってからこう行くと、あれこんなに小さかったっけかなみたいな、こうなんか思う時あれ、最近ちょっと思ったんですけど、最近でも思ったんですけど、あれこんなんだっけなって大したことないで子供の時に大きくものが見えたけどなみたいなのありますもんね。で僕その写真の専門学校の先生をしてるんですけど、課題で出すのは確かに犬になってみろみたいな、犬の目線みたいなのをローアングルってこうやらせるんですよね、うん、で確かにそのバーズアイとか高いところからそのものを見ることを考えてみろと、その高い低い、まあ、オリンパスのカメラにはそのローアングルやるにも簡単にこう、まあ、ちゃんと後ろのモニターが稼働しますんで、こうギュッ低いところもカメラを置くぐらいな、地面に置いてしまうぐらいな高さでも撮れますし、逆にこうパターンとこう手を上げてっていうならどうでしょう、僕ぐらいでもだから2メーター超えぐらいなカメラ位置になってるんじゃないですかね。だからその本当低ければ10センチぐらいのローアングルから高くは2メーターぐらいのそのハイアングルまで行くので、それでもだいぶ見えるところは違う、うん、でまあ特にあの高いところからあのこうやって屋根を見る、普段は屋根を見るってなかなかこうないじゃないですか。こういうのもだから街のその広がりみたいなものが見えるところでこう撮るっていうのもいいですね、うん、はい、いいと思います、はい、おまけがあります。はい、はい、以下おまけです。以下おまけ、はい、あ出ました、岡田のカツ丼ですね。岡田カツ丼、はい、スパゲティ食いに行った方々にちょっとこう話をちょっとしますとね、この岡田カツ丼ってメニューに岡田カツ丼かっこ両目って書いてある。で両目って何って聞いたら、いやあの目玉焼きが2個なんですよと。で目玉焼き2個をこう半熟なのでそれをこう潰して、その黄身を潰してそれをこうまあカツとあえて食べるみたいな、あの両目がこう潰すとこう涙目ぐらいな感じにこうなりつつ、美味しかったです ね。インストールインストール、はい、その町に行ってはその町の名物を食べる、まあ、食はその文化なので何かをこう感じる、その町のことをこう感じることにはなると思うんですが、甘いタレがかかってました。醤油とかも本当その町ごとに違うじゃないですか。そうですね、なのでそういうものをこうやっぱ食べるだけでも、ああこの辺は結構甘いんだなとか辛いんだなとか、関東住んでますとすごい辛いですけど、うん、あの私の故郷九州鹿児島とか超甘い嫌になるぐらい甘い鹿児島特に甘いですね。甘いですね。まあまあすいません余談でした。他にもちょっと見せてもらっていいですか。水忠の実さんの、ね、この頃だったんですね。そのカツ丼のそのところの水ガーガー飲んで帰ってったって。はいはい、カツ丼屋さん、カツ丼、ね、せんべい屋さんなんですね。そうですね、せんべい屋さんの、まあ、イートインコーナーみたいな感じ。サービスでちょっとね、あの割ったせんべいがこう置いてあって、置いてあって、でセルフサービスで水は自分でやってねっていうところなんで、子供たちは勝手にやってきせんべい食って、水はセルフサービスのところで水コップ借りてガーガー飲んで帰ってる。ああ俺もここんちのここら辺の子供だったらやってるなみんなでやってる、せんあそこ行けばただせんべい食えって。ああいいですね。あこれですね、コミットカメ両方行かれたんですかね、これね。素晴らしいね、十分にインストールできましたね、うん、この古民家カフェっていうのはそのスパゲティ屋さんですね、はあはあ、ランチが、もう一個は、はい、あこの日のヒロイン、はい、ヒロインでした ね。もうまさに抜群でしたね、はあ、まあ古い町並みにはおばちゃんが合う、うん、おばあちゃんが合う、うん、完璧ですね。それぞれね、あの狙った位置が皆さん違うんで、あ撮った写真も多分ひょっとしてあのあれじゃないですか、あ真ん中ぐらいに
僕らじゃないですかね、鹿島さんとか映ってですね、はい、誰かまではちょっと判別誰かまでは判別しない、はい、ようございます、はい、はい、ということで、まあ、まあジオラマが、ね、使われてて、まあ、最後にということで、あのおすすめの撮影場所があったら教えてくださいという、はいはい、話しましたね、東海おすすめ撮影地ですということで、愛知は明和鉄道、明治鉄道と合わせての大正村、まあ、大正村っていうのはなんか明治村ってこう明治村有料の施設なんですけど、大正村っていうのはなんか特にその有料の施設っていうわけではなくてっていう話をされてました。こういうまあ自由に出入りできるような場所らしいですね。いいとこいっぱいありますね。まあさっきからその知多半島はいいとこあるって、まあやっぱ産業がだから近代その日本をこうずっと起こしていった産業がいっぱいありますもんね。だからあの三つ貫数のあの半田とか、うん、焼き物の常滑とか、だまあ今その常滑のあの製陶って例えば東東とか稲とか、うん、もう世界中ですもんね、世界向けてのもんですもんね、だから車のトヨタとかもだってあの辺ですからね、うん、だからやっぱ日本をこう成してったところだからやっぱいいとこがありますよね、うん、岐阜は岐阜市の柳瀬商店街、そうめんですか、うん、夏行きますかいいですね、たくさんありますね、ありますね、ちょっと後で調べてもらって、はいはい、参考させていただきます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、では続いて、MH たんぽぽさんでよろしいですかね、はい、斉藤先生、鹿島様、大変お世話になりました。大正昭和の香りのする岡田の町並みに少年から青年時代の思い出がよみがえりましたということで、こちらまず1枚目廃屋というタイトルでファンタジックフォーカスを使われています。坂道の行き止まりに崩れかけた家を見かけ、なんとなく昭和の香りがした、懐かしく思いシャッターを切ったということで、はい、はい、こう時を、まあ、感じながらって撮られることですけど、写真ってその瞬間とか長時間とか時間をこうつ、まあ、常にこう感じていることなので、まあこういうものをやっぱり撮りたくなりますよね。廃屋好きとかいっぱいいますもんね、うん、でそこでその何をその例えばアートフィルター当てていくかっていうところでこうその人が何を感じているかみたいなところがこうあるかと思うんですが、さっきの怖いっていう方の場合には怖い表現にこうなっていくんでしょうけど、この方の場合にはもうむしろこうなんていうんですかね、抱きしめたくなるぐらいこう好きみたいなところかもしれません。こうファンタジックな方向に持っていく、うん、そこでアートフィルターがこう支えをこうしてくれると、まあ、こういう撮り方もありですね。その遠い記憶みたいなところかもしれませんし、うん、そのどっかぼやかすっていうところだと思いますね。はい、いいです。2枚目、ツタの威力ということで、こちらもファンタジックフォーカスを使われてます、うんうんうん、長い時間をかけて家や、なんだ、塀を完全に追い尽くしたツタの力はすごい、小さく入り口が作ってあるのは面白かった、とすごいですねこんだけツタが絡まるっていうのはどんくらいなんですかね。どうだろう、何年かかればこんくらいになるんだろう。5年10年じゃなんないんじゃないですかね。まあ住んでないですよねこれはねこれの前でなんかモデル撮影みたいなことをやってもいいですよね。なんかこう男性ちょっとこうかっこいいのをこう置いてもいいかもしれません、ね、なんかこう考えられそうだな。そのまあ時を感じさせる何か、
何十年で、そこにこうちょっと若い人を置いてみるみたいなのはちょっと面白いかもしれない。いや、こういうの作れないですよね、セットでは作れない。こういうの大事ですね。どう、あ、そうね、何十年とかかんでしょうね、こんだけ絡まっていくには。すごく綺麗ですね。綺麗ですね、ファンタジックフォーカスだけじゃなくて、ちょっといろいろ試してみていただいてもいいかもしれませんね。なんかこう、ああいうセピア調みたいなのも面白そうだし、うん、時間を感じさせる何か、ちょっとこう懐かしさを感じさせる何か、止まっている時間、なんだろう、なんか考えていただいてもいいかもしれませんね。まあ、それにしても割と明るめな表現に持ってってらっしゃるっていうところは、割とまあこう、なんだろう、可愛いっていうか愛らしいっていうか方向にやっぱちょっと転んでいくことなので、優しい感じはしますね。うん、うん、あのまあ怖いとかって、あのさっきの方の感じられたこととはちょっともっと、あのなんだろう、愛の方向って言いますか、好きだという方向に絶対行ってるはずですね。はい、いいと思います。はい、3作品目、はい、老婆と、はい、で、一休みしてると老婆が馬車を押して坂道を降りてきた。買い物に行かれるのであろう、失礼してシャッターを押した。うん、うん、はい、まあシャッターチャンスでしたね。シャッターチャンスでした。で、まあなんかこうどうだろうか、もうちょっと広がりの中に置いてもいいのかなという気はするかな。もうちょっと広くってもいいかなと。でちょっといいなって思うのは、画面が傾いてるんですよ。画面が傾いてるのは慌てて撮ったんだろうなと思うんですよ。水平垂直をこう撮れてないと。むしろね、そのくらいでいいんですよね。うわっ、おっ、おじゃんみたいな、あのこうそういう慌てっぷりみたいなところをこう感じられるぐらいのところがいいと思いますよ。結構突然の出来事でしたもんね、これね。まあ、やっぱど真ん中だっていうことでしょうかね。おばちゃんが行く先をだからちょっと示さなきゃいけないみたいなところなので、少し画面を下に振って右にこうカメラ振った方がいいですよ。あのもうど真ん中なので、でどっちに寄せるかっていうと、あのカメラ右側の方に振っていくことですね。左じゃないですね。そうですね、そうですね、はい。だから右、左側のどうだろう 15% ぐらいを右に振っちゃう。そしたらいいでしょ、はい、行ってきますみたいな感じだそんな勢いじゃないと思いますが、はい、で、4枚目ですね。元気はつらつ、若い人を見かけない街で元気の良い中学生が坂道を自由、坂道を元気に自転車で駆け上がっていった。カメラを向けたら振り向いて笑っていた。うん、うん、こんな感じですよねあの田舎の子供たちはみんなこうヘルメットかぶってみんなでつるんで、これでだからあれなんですかね、中学生ぐらいかな、うん、なんですかね、なんか運動部の部活の帰りぐらいな感じなんだろうな。うん、こういう街でしたね。これちょっとその街に、ここなんかこう人を加えてくださいみたいなことを言ったんですけど、なんかやっぱ街にはこう人を感じたくて、でいてなんか若い人いないなみたいなことみたいな言ってたけど、ここでちゃんと若い人をこう感じることがこうできたと。うん、いやだからこの子たちがあの瓦屋根のでっかいお家をこう継いで頑張っていくんですよ、うん、大変だ。はい、ありがとうございます。はい、1点ですね、はい、
あの下の絡まるやつにしようかな。待って、やっぱこの子供たちのにしましょう。なんかこうちょっと面白いですね。こう過去と未来とがある、こう4点の中に、はい、これにしよう。なんかガラスに映ってるのもなんか面白いですね。そうですね、はい、背中に何が書いてあるんだろう。さすがにちょっと読めないですね。世界制覇とか書いてある。いや田舎のこと。はい、ありがとうございます、はい、MH タンポポ様は4番目の元気はつらつですね、はい、こちらをエントリーいたします。では続きまして8番目、羽うささんの作品になります、斉藤先生、鹿島様、大変お世話になりました。参加された皆様お疲れ様でした。とても充実した一日を過ごすことができました。ありがとうございました。ということで4つの作品ですね。はい、まず、はい、水鏡、朝早くお寺に行くと清掃する地元の人々に出会いました。すでにきれいにされていてとても、清々しい気分になりました。その後岡田の歴史について教えてもらいとても勉強になりました。こちらです。そのなんかこう岡田の歴史を教えてもらいましたっていうところいいですね。その、まあ、町に行くのにいくらかその町のことをやっぱり調べておいたらやっぱりいいじゃないですか。その知多半島大体こういうところで、で知多半島は何があって、でこう岡田はじゃあ何があってっていうところを大体こう調べていくとやっぱ撮れる写真がやっぱり違うと思うんですね。その町の人たちと会って朝いろいろ話を聞いたことってやっぱりとっても良かったんじゃないですかね。面白いアングルですね。ここから朝を始めましたっていう1枚目、うん、いいですね、はい。そしてプリズムの光というタイトルで、こちらポップアートを使われてます。岡田木綿の旗織りを見せてもらいました。糸がまるでプリズムに当たった光の束のように綺麗に並んでいたので思わず撮ってしまいました。綺麗ですね。これがまたそのピントが外れてこうボケるっていうふうにこうなっていくまんま、上からそのまま布スポーンと撮るとなんかこう柄のような、まあもちろん柄ですけど、なんかそれをスキャンしちゃったような写真じゃないですか。でそうやって写真ではない、そのまんま撮るって、でもこうやってボケるところをこう作ったりすることによって写真表現らしくそうなってくるので、うん、その布そのものをこうポッと見るよりもなんか写真的なその見え方をこうするわけじゃないですか、ボケることによって。いいですね、こういうのを。そうか、月刊岡田の1枚はこれでもいいのかもしれませんね。月刊岡田表紙夏号いいかもしれないな。何になるんですかね、これこのこんなカラフルな布で何ができるんだろう。まあこの糸の組み合わせ、色の組み合わせによって何とでもなるんでしょうけど、何になっていくんだろう。これで着物なんだろう、面白いですね、うん、そういうところもちょっといろいろこう想像するところ面白いです。想像させるところ面白いですね、はい。3作品目、正福ですかね、古風なお店の看板にゃんこ福ちゃん、初めはお店の前で寝ていたのですが、人懐っこい猫ちゃんで触ることもでき、最後にはカメラ目線で決めてくれました。まさしく福が招いてくれた写真となりました。
ガン飛ばしてますよ。福ちゃんね。ああ。ちゃんとあの看板猫ちゃんなんで後ろにこう看板を入れて看板を背負って、なんか堂々たる感じだな。面白いですね。はい。そうね。パンチありすぎだな。迫力だな、なんか結構さっきのね猫といいなんか強そうな感じですね。強そうですね。野良にはないこうなんか迫力を感じるな。いいもん食ってんだみたいな感じがするな。これあれですよね、あの両手のとこです か、ね、ですかね。いいのごちそうになってんだろうな、うん、俺よりいいもん食ってんだろうな。魚美味しいの食べてるんですよ。あの辺魚切っていいのありそうですもんね、うんうん、いいんじゃないですかね。こうかわいいかどうかはちょっとあれだけど、うん、面白い。いろんなものをこのなんか猫が語る感じが面白いですね。はい、とってもいいです。で、4枚目ですね。こちらカタツムリ襲来ということで、街角の真ん中になぜかカタツムリが、マンホールと、黒壁とカタツムリが意外にものんびりした街に合うなと思い写真を撮りました。確かに街の真ん中、その道路の真ん中ぐらいのマンホールでしたよね。そうですね。それなのにまあカタツムリは車が通らないので、大して通りゃしないので引かれず真ん中までマンホールまでやってこれましたし、こういうのもだから季語ですよね。その梅雨時のその季語ですよ。これカンカン照りで、まあ、この日曇ってるんですけど、カンカン照りでっていうとこのカタツムリもこのマンホールで多分なんだろう、焼け焦げて、なんだろう、エスカルゴのなんとかみたいな料理になっちゃうぐらいな感じでしょうけど、ちゃんとこんなのもまあアジサイに並ぶ季語じゃないですかね。襲来ですよ、うん、はあ、そうですね。一点はあれがいいです。あのその木目プリズム、こちら、はい、プリズムの光ですね。はい、はい、羽生さ様こちらですね。綺麗ですね。いや、これをなんとかしたいなって思ってました。こんな見せ方いいですね、うん、はい、綺麗です。では最後ですね、今9番目最後のことですか。あ、そうですか。まあ、終わったらちょっと一回リロードはしてみますけど、はい、念のためベルさんですね、はい、うん、この方のもあの福ちゃんですかね。なんか同じ感じですね。斉、ね、藤先生、鹿島様、岡田では大変お世話になりました。先生おすすめのスパゲティ屋さんでご案内の通り、すっかりいやいやいや失礼しました。しまいまして先生のご指導十分にいただけず、今回の投稿は取り留めのない組み合わせになりました。アドバイスいただければ幸いですと。まず1番目が期待というタイトルですね、はあ、コメント、撮影開始と同時に目にした坂、誰か来ると期待していましたが、ということでこちらですね、はい、まあ、これならこれでの表現じゃないですか。そのカーブがあって奥にもこう道が見えつつ、その重なりのいいところを探されたんですね、うん、なんかこれはこれでいい視点じゃないですか。なんかここに、まあ、なんか入らなくても全然これならこれでその岡田の街並みを表すものじゃないですかね、うん、カーブがあります、石垣の上にこう家が建ってて、もうこの石垣がすごかったですよね。そうですね、もうなんかお城の石垣みたいなこう
石組みたいな こんだけ積もって大変よねみたいな話をしましたよね、うん、すごいです。だからこんだけのその石垣組んでお家を建てられるだけやっぱお金あんですよね、うん、きっとすごいことです。そういうことが言える岡田って何ですか、石垣なんだよねみたいな、そういうとこですかね、いいんじゃないですか。2番目の作品は麻酔草の猫、あ、先ほどのお店の名前ですよね、そうですね、料亭が麻酔草さんで、そうか、磯料理屋だから魚食ってんだなあいつ多分お料理美味しいの食ってんだろうな。コメント、料亭の猫、マイペースな姿が羨ましいと。ああ、なんか毛づやがいいですよ、毛がほわほわですもん、うん、これはなんかさっきのあの方のよりちょっとこう可愛らしいですね。まあ、その柔らかさみたいなところがこう伝わってくる、こう毛の柔らかさみたいなのがこう伝わってくる感じですね。さっきのはこう迫力方向でしたけどまあだからボケを使うっていうことでしょうね。と、あ、当日割とこう日差しは柔らかなので、こんな時ならコントラスト低いので柔らかい方向にはこう見せていけるはずなので、いいですね。こうちゃんと目にこう光がこうあったりね、いいですね。はい、はい、あ、3番目、軒先、収穫を終えてゆっくり熟すのを待つ。うちでもやっていますが、岡田の方が生活感豊かなようです。あ、玉ねぎ、そうですか。あ、取ってからあれを吊るすと美味しくなるんですか。どうなんですか、あって吊るしてありますよね、玉ねぎって。ありますよね。こういうことなんだな。いいですね、うん、でもう一点見せてもらっていいですか、はい、これはこの4枚はなんか組んだ方がいいかもな。組写真にしてなんかすごくいいタイトルをつけた方がいいかな。はい、どうぞ。はい、土蔵ということで、重厚な土蔵の中には何が興味をそそられました。はい、金銀財宝ですよ、うんはあ、もう燃えちゃいけない何かがこうなくなっちゃいけない何かをこう土蔵作るだけでも多分ものすごい金かかるわけじゃないですか。 そうですね、それをやったとしてもこう隠しとかなきゃいけないぐらい、なんかものすごいお金がお金がってことないだろうけど、なんかうん、だったんでしょうね。いや、組んだらいいんじゃないかなっていうのは、これはもう本当に岡田のその要素3点プラスあって猫一つ入れとくだけでだいぶこうなんか柔らかさ出たり、こうあっていう、こう目の切り替えのところが一つありますよね。これ組写真にこう作るってでも良かったのかもしれませんね。まあ縦横こうあるのでちょっと組みにくいところはあるかと思うんですが、こう本当にこう一つ一つが岡田をこう、まあ、言い当てていく言葉4つ、そしたら文章になっていく。でその文章になった時にはそのストーリー、その物語になってで組写真としてのこう成立を迎えるんじゃないかなっていう気がします。でそれをこううまくその物語に題をつけていただくと、すごくこうその先の物語がよく見えるような題をつけていただくと組写真としての成立がするんじゃないかなと思います。タイトルだから大事なんですよね。こうなんかこう割と
なんだろう、こう、まあ、シンプルな言葉でタイトルがこうついてますんで、もうちょっとこう膨らみのある言葉をつけていただくと、もっと膨らみって言いますか、なんかこう見えてくるものが違ってくるんじゃないかなと思います。あのどれもね、写真いいですね。どれがいいかっていうと、いや、その石垣のもいいし、あの上から屋根のとこがこう見えて、その玉ねぎが見えてるやつもいい、そのナマコ壁のやつもいい、全部いいんじゃないか。どれにしよう。ちょっともう一回こうカチカチやってくれます。ちょっと拡大してくれます。はい、そしてタイトルもう一回見ていいですか。期待、期待、水槽の猫、軒先、土蔵、軒先、土蔵。じゃあやっぱり一枚目にしましょう。これが岡田だなっていうところでは、やっぱ この一枚目だと思いますね。岡田の街並み、この割とこう、ま、なんか曲がってS 字のこう細い路地みたいなで、石垣がとか黒部があるとか、こういうことだったと思いますね。他はだから岡、まあもちろん岡田で撮ったことですけど、岡田らしいっていうことをちょっと考えるならば、これも月刊岡田夏号表紙でいける話ですね。ザ石垣、岡田といえば石垣です、黒壁です。ここの S 字のところ良かったですよね。そうですね、この一番、うん、ここが一番いい感じですよ ね。そのどこがってこう、例えば街を歩かれて、まあ、いいとこを見つけたらそこでちょっと何かが起こるまで待ってくださいと。で最後待ってたら、あのばあちゃんがこう馬車をしながらやってきて、うわーってみんなで言ったり、ここでちょうどここら辺のそのマンホールにカタツムリいましたもんね。なんでこうぐるーっと一日歩いて様子が分かったならば、やっぱあそこだなって言って待ってる感じじゃないですかね。その街をスナップするっていう時に、ただただたくさん歩けば全然こう探し歩いていけばどっかで当たるんじゃないかって、いやいや案外当たんないですよ。だからどっかもいいとこ見っけて、もう一回その待ったりする方がやっぱいいかなと思います。はい、まあ1点はこれですね。はい、はいはい、では一応この間に投稿してくれた方がもしかしたらいるかもしれないんで、はい、読み込みをしています。ということで、まあ、はありませんでした。ありがとうございました。ということで、じゃあ旧作品で1、2、3を、そうですね、はい、はい、探してみましょうか。はい、では、はい、ちょっとじゃあシンキングタイムというかですね、はいはい、シンキングタイムスタート。少々お待ちください。少々お待ちください。
はい、お待たせいたしました。お待たせしました。まあ、かなり難航しましたけども。難航しましたね。はい、はい、決めていただきました。はい、では3章ですね。でまずは、同章から発表させていただこうと思います。はい、ではですね、この強力な作品の中からですね、勝ち抜いた同章の方、はい、こちらになります。はい、はい、大阪大仏なんですね。はい、拍手。ゆいというタイトルで組写真でですね、こちら同章となりました。先生、はい、コメントお願いします。その組写真をっていう時のちょっと皆さん手本にしてください。まあ、一点一点 その写真の中の要素を削っていくことで、一つ一つにそのもう本当にシンプルに、写真一枚を作っていって、でトータルで何か足して足して1にする、だから3分の1、4分の1にこうしてって、まあでもそれで1になるかっていうと、まあ2になったり3になったりしてるとは思うんですけどね。あとそのゆいっていうタイトルです。その一つ一つの言葉がつながってって文章が出来上がって物語が見えてきて、でそこにタイトル「ゆい」っていう言葉ができて、で「岡田」っていう、なんかこう、いや月刊誌じゃなくてこれはなんかドキュメンタリー小説が出来上がってるような気がしました。そのタイトル、皆さんこんなことをこう考えていただければなと。そうカツ丼に2個の目玉焼きが、まあ、目玉があったために2という言葉、2つというそのなんかキーワードでそのものを置いてった考え方とかも面白かったです、うんうん、そんな風に考えていただいた大阪旅人さんの作品に感服しました。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。では続きまして銀賞ですね。銀ですね、2番目銀賞。タイトルを確認しよう。銀賞です。はい、お待たせしました。銀賞こちらになります。はい、幸吉さんの作品で秋葉社からの風景ということで銀賞です。おめでとうございます。ありがとうございます。こんなのなかなか撮れないですよ。こう、うまくこう待ったということやら、そのシャッターチャンスってこれだけ魅力的になるもんだなっていう、まあ、傑作です。終作です。黄色いシャツのおばちゃん、青いこんな日傘のおばちゃん、なかなか合わないですよ。素晴らしいです。この右側のこの S 字のその道は岡田をそれで表しますし、そこにプラスドラマ、だいぶなドラマが待ってました。そんな瞬間を捉えたこと、幸吉さんお見事でした。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、では栄えある金賞ですね。はい、金賞ショットですね。はい、はい、では金賞はこちらになります。じゃん。はい、鍋秀さんの作品で、まあ、組写真でしたね。年々再々と読みするんですかね、はい、はい。こちらになります。おめでとうございます。おめでとうございます。もちろんあの鍋秀さんのもタイトルいいです。その自分の造語、まあ、だと思うんですが、こんな言い方あるんですかね、 よくわかんないですけど、にしてもこのタイトルもいいです。タイトルがその組写真はやっぱりその物語 そのスタートまで見る側を連れてってくれますから、やっぱ大事なことです。で鍋秀さんのはこれあの別に組まなくてもいいかもしれないですね。じゃなかったとしてもその街並みの写真でもいいし、あの後ろにおじいさんがこう杖ついてるおじいさんが歩いている、これでもどっちだったとしても
本当に一番です。とっても素晴らしいです。その落ち着いたものの考え方、その人の置き方、構図、パーフェクトです。お見事でした。はい、おめでとうございます。と、まあ、ここで終わりなんですけども、実は、はい、特別賞を、ね、先生選んでいただきましたので、はい、なんかあげたくなる感じなんかあげてくださいっていう話タイトル特別賞です。はあ、はい、はい、特別賞こちらになります。はい、お名前は MP タンポ、ごめんなさい、 MH タンポポさんですね。元気はつらつというタイトルです。特別賞おめでとうございます。おめでとうございます。そう、子供たちとなんかこう会話が見える感じがするじゃないですか。おーいって、面白かったですかみたいな。まあなんかこういう街で、こういうなんか若者にこう会うって言いますかね、子供たちにもなんかこういろいろこう将来をこう感じたりなんかこうすると、さっきの大阪旅人さんの優位じゃないですけど、次の世代をまあ、この子どもたちがこう担っていくんでしょうし、紡いでいくこと、結んでいくことをしてくれると思う。なんかそんなそのことも思ったり、こう作者との間にこう会話が聞こえてきそうな何かが面白かったです。なんかあげたかったです。おめでとうございます。おめでとうございますまあ今回まあ商品というかですね、入賞された方には、まあ写真集をまあ作っていただきたいなということで、フォトバッグのですね、クーポン券というのをご用意しております。まあ、金賞、銀賞、銅賞それぞれまあ3000円分、2000円分、1000円分と。特別賞はちょっと何か考えて送りますので。鹿島さんが使ってる EM1 がいや僕が使ってる EM1 が、はい、フォトバッグあれですよね、写真集作る話ですよ ね、はい、組写真上手な人のとこ行ってるから、うまく使われるといいですね。アルバム作ってみるといいですよ。はい、それも面白いと思います。はい、はい、ということで、いろんなね、撮り方というか、まあ、見方が非常に勉強になったなという感じがしました。面白かったですね。ということはですよ、やっぱり街が良かったんですよね。場所が良かった。なかなか最初は難しいかなと思ったんですけど、いろいろこう撮りようはもちろんあって、見せようはあっていい場所でした。その考えるっていうところではいろんなトライができたんじゃないですかね。カタツムリがいたり、おじいちゃんおばあちゃんがいたり、街並みも良かったり、猫がいたり、木綿の街だとか良かったんじゃないですかね。木綿の町で、全然余談ですけど、木綿蔵ってみんなで押しかけてって写真撮らせてもらったところで、僕ちっちゃななんかバッジみたいの買ったんです、木綿のね、こうブローチみたいの買ったんですよ。木綿でこうバッグ作ったそのブローチが、でそれをポケットにこう突っ込んで、 もちろんその袋に入れてもらったらそれをポケット突っ込んで帰ってったんですよ。でうちの近所で飲んで帰りに家の鍵をこうポケットにあったなと思ってこうごそってこう手を突っ込んだら、その木綿のそのブローチのネームピンがこう外れてて、それザクッて刺して手をで酔っ払ってるもんですから、えと思ってもう一回入れてまたザクって2回刺したんですよ。でやばい、俺のズボンの中には何かいるって思ってうちの近所の道路ですよ、道路で俺そのズボン脱いでパンツ一丁で走って逃げました酔っ払いそんなこんなもある一日で、岡田に行ったことがちょっと忘れられない感じにはなりました。いろいろありがとうございました。良かれと思って買ったんですよね。
ブローチ。ブローチ。ザクッ。やべえ、なんかズボンなんかいるって。そんなわけないですよ。ズボンをその場で脱ぎ。酔っ払いダメですね。酔っ払いね。楽しかったですよ、うん、楽しかったために近所で一杯寄ってしまったんですね、はい、すいませんでしたいいとこでした。また行きたいですね。そうですね、うん、またね、まあ、名古屋近辺でね、また行きたいなと思いますね、はいはい。でまあ、先ほど先生に、ね、ちょっとご紹介いただいたその料理込みっていうのはこちらの込みの中の、はい、ここにございます料理込みですね、はいはい、料理込みで、はい、トピックとしては肉肉しいって肉シリーズのトピックがあるんですけど、はい、でそこの肉ばっかりこうみんな乗せてくれるんですけどもうね、ひどい状況になっている時があるんですが、そこに、食べたカツ丼を、乗せてみました。ずっと下まで降りてるんですけど、ずっと下、最近の投稿なので、 ありましたね、はいはい、こんなことでしたよと、はい、私の、岡田での秀作はこれがあとは、ネームピンをズボンの中で手に刺すとザーク、はい、ありがとうございました。こんな終わり方でいいですか。いやー、ちょっとびっくりしました、ね、そんな事件があったとはちょっと思いもよらず、はいはい、ズボンを脱いでですよ脱いだ靴で何かいると思ったらこうズボンのポケットだったらこうやって引っ張られてで走って逃げる。多分近所で斉藤さんどうなったんだろうみたいな多分見られてるな。はい、はい、すいませんでした。いえ、あ、今後の、今後、そうですね、今後ですね。あ、今週末函館で撮影会あるんですけど、ちょっと台風心配ですね。そうですね、うん、今ちょっとね九州とかね、うん、豪雨も降ってるみたいで、まあ、これからまた台風が、はい、ちょうどどうもその今進路を見てますと東北、まあ、北の方にあるタイミングでそのちょうどのところで僕ら撮影会やるような感じになりそうなんですね、うん、ただまあそれてっていうと台風一過でって青空広がったりするのでそういうところにちょっと期待をしていきたいなと思っております。はいはい、はい、またね、先生が各地に、ね、はい、一緒に回っていただきますので、またお楽しみにいただければと思います。はい、はい、今日はですね高評価ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。また皆様のご参加お待ちしております。ご参加ください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。